どうも皆さん、ゴゴハです。ゴゴのゴゴゴです。大水源1 ピクミン1じゃない、もう大水源1遊んでいきましょう。もう大水源飽きてきた。あー、ここ難しすぎる、もう嫌だ。はい、早速もう速攻でもうぶってね、もう集めていきましょう。もうその目の前だから、あ、目の前にあるからね、パーツ。はい、50匹。はぁ、おいおいおい、復活してんよ、ややこしいやつが。吹き飛ばされっかな、これ。こいつ吹き飛ばしてくるだけで、他何もしてこないんだ。あ、風でやられちゃってるんだ。あ、OKOKOK。なるほどね。こいつの風でやられちゃってんだ。まあでも、回収できそうだね。OK。まあ、こいつ一旦無視かな。拠点に入ってくるのはすごい気になるけど。OK! これで回収完了しました。おー、え？もういけそう。グルーオンドライブ。私は機械の仕組みはさっぱりわからないが、これでドルフィン号の機関部がいよいよ力強い、うなりをとどろかすのだ。おう。もういけそうだけどね。さあ、今日は、うわうわうわ、やめて。やめてくんない？うちのピクミン散らかすの。わかってんだろうな。それ相応の仕打ちを受けるということ。わかってるんだろう？お前。よし。ただ、こいつさ、そう。素材にならないのが、いやらしすぎる。ああ、まあ、ちょっともらえんだ。ちょっとはもらえんだ。くれるんだ。やるじゃん。さあ、じゃあ、またパーツを取りに行きたいところなんだけど、ちょっとね、取り方がわからないパーツが、そこら中にあるんですよ。あそこのパーツとか取りたいんだけど、ここの木の枝を伸ばすのかな？なんだかね、ちょっと取り方がわからないものが多いんだよね。とりあえずそこの木の枝ちょっと伸ばしてみようか。でも脱出経路なだけな気がしなくもないよな。おっと。ここを連れてくのかな、頑張ってピクミンたちを。あー、なんかそんな気がするな。このちょっと入り組んでて難しいところをなんとかピクミンたちに登ってもらうっていう感じかな。そうなるとここもまたどう、なんかこういう高台のとこばっかなんだよね。本当にどうやって取るんだろう。君たちってさ、ここ登れたりするのかい？あ、無理だよね。まあだろうね。あー、ここに一回乗せてってことかい？で、まあ、一旦ここ置いといて。そういうことかい？ここ一回登って、ここ裏側行って、だからキーピクミンじゃないとダメとか、そういうことかな。いや、キピクミンでも届かないんじゃないか、これ。そこの上登られても、オリマーが上登れないからな。あ、わかんねえ。キピクミンで試すか。じゃあ、で、一旦もうキピクミン全部抜いちゃって、ここにいるキピクミン、増やしたキピクミンでね。現地のキピクミン、現地さん。現地さんのキピクミンでちょっと試してみましょうか。そうしましたらね。まずここに乗ってもらいます。君たちには。届くかな？ワンちゃん。ここに乗ってもらって、ホリマーがこっちに行く。で、ホリマーがこっち行って、ピクミンたちを回収して、またホリマーが登ってっていう、そういう流れになるよね。よいしょ。誰も落ちてない？ここに、乗せて、で、またオリマーがこっち行って。よいしょ。なんで落ちないでー。あー、届く。オッケーオッケーオッケー。あ、よしよし、持ってけるやん。よかった。UV ランプを発見した。眩しすぎるのが玉に傷のハンドサイズライト。目にするときはサングラスを忘れずに。まあ、飛行に必要かって言われたら微妙だろうけど。
よし、まあとりあえずこれで今日はパーツ2個。いいね、元は取れてるか。あとはちょっと15匹ぐらい持ってって、あそこのペレットの回収もしてって感じかな。これでキピクミンも増やしていくと。増やしていきの、よし、いいね。ライトも回収。あと1個回収できたらでかいけど、すぐに回収できそうなパーツがもうない。 UV ランプ、お肌を焼くにも便利なライト。しかしこれはドルフィン号の飛行能力とは関係なさそうだ。あー、そうか、関係なさそうなパーツやっても意味ないのか。んー、じゃあ椅子もいらないのかな。よし、じゃあここだね。ここの爆弾用を使って、よいしょ、またチャッピー退治に行くよ。あそこのチャッピーを片付けられたら、よりよりいい感じにいけると思うんだよね。やっぱキピクミンが結構重要そうだね。高台にあるパーツっていうのが多いから、よいしょ、ここで一旦別れようか。よし、爆弾岩班は俺についてこい。まずあいつを片付けよう。よいしょ、そこに投げるんじゃないんだけど、そこに投げるんじゃなくて、でかいのに投げてほしいなって思うんだよね。よし、いいぞ。バカ、あぶねー、あぶねー、何考えてんだ。よし、あと3つで仕留められたらいいけど、厳しいだろうな。あー、そっち行っちゃうか。よいしょ、オッケー、いいよ、いい腕です。オッケー。で、手前のやつらがさ、気づいてきちゃうんだよな。よいしょ、デカチャッピーに当ててくれ、頼む。あっはっはっは、オッケー、いいでしょう。さあ、あとは自分たちの腕で片付けるしかないよ。さあ、ケツを向けて寝るはず。あ、こっち向いて寝るんだ。くそ、ケツを向けてくれ。いいね、よしよしよし。したら、いやー、ちっちゃピクミン、ちっちゃチャッピーが厄介だね。難しいね、やっぱこいつ倒すの。オッケー、今今今今今今、オッケー。くそー、また食べられた。あー、また食べられてる。あー、もううざー、あのハエ、マジでこいつめっちゃムカつく。死ねや死ねや、お前マジで、おめえ許せねえからな、本当に許されねえぞ。よし、あー、このハエもムカつく。埋められちゃうんだ、しかも。おい、お前やめろよマジで、勝手すぎるだろう、さっきから。やっちまえやっちまえ。今はね、運ぶ時じゃない、ピクミンたち。うわ、あいつ逃げる？いや、そんなことない。いやー、当てられないな。よし、ナイス、ナイス、一匹。あー、もうこいつに時間取られるのもったいなすぎる。運んであげて、運んであげて、運んであげて。オッケー。で、もうちょっと仲間を呼ぼう。まあね、デカチャッピーマジで倒すの難しいね、本当に。あ、クソなんだろうけど、俺が。こうして、こうして、で、この奥ちょっと行こうか。まあまあ、でも無理かな。置いておこう。あそこのチャッピーとかも倒したかったけど、なかなか厳しいね。オッケー、結構回れんじゃない。おお、素晴らしい。いいね。
あーもうこいつ本当に腹立つ。おいもう二度と帰ってくんな。よし。いやーもう本当に嫌なやつこいつ。よいしょ。そしたら、まあ今日2個手に入ったしいいとして、ちょっとじゃあ明日の予定組むためにオリマー一人で行くんだけど、そうだな、もうあと遠いのしかないんだよね。近いやつが残ってなくて、で行くとしたら、こっちか。でもな、こっちはまたチャッピー乗り越えていかなきゃいけないし、チビチャッピーだけ倒していくか。このうちに倒せるときに倒していこう。よいしょ。倒せるときに倒しといて、明日時間かからないようにしよう。ほらほらほら。ほら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 。お前らの範囲は腕がないこと。オリマーには拳がある。しかしお前らには口しかない。そういうことだ。ケツがでかすぎて殴り放題だよ。OK。で、あとのパーツなんだけど、マジで取るのが謎なのが、あれ？これキピクミンじゃないと届かないじゃん。でもここに落ちたらキピクミン溺れるじゃん。こっちにさ、投げてさ、で、おいでって呼んでもさ、ここでおいでって呼んでも、溺れて死んじゃうじゃん。あれどうやって取ればいいんだろう？あのパーツ。マジでわからん。マジであそこのパーツわからん。ついでにあそこのパーツもわからん。ここのパーツどうしたらいいんだ。これも青ピクミン届かないよね。やばいな。どうしたらいいかわかんねえパーツが多いところがやばい。困ったな。よし、というわけで今日はここまでか。いやー、もうチャッピーに何匹殺されればいいんだ。もうハエのやつもうざいし、大水源を砂漠にする、干からびさせてやる、この土地を。なんだこの惑星、まったく火をつけてやる、この星に。さあ帰ろう。ウィーン。相談18日目。ピクミンは仲間がいくら倒れても戦いを続けている。私さえこの星にやってこなければ平和な星ではなかったのか。いや、私がいなくても彼らはこうした暮らしを続けていただろう。故郷に残してきた家族に会うためには迷ってはいられない。今はドルフィンゴのパーツを集めるためにできる限りのことをしよう。そうだね。残り12日で残りパーツが10個。まあ、キピクミンは増えてくれたね。63匹生まれた、4匹死んじゃったけど。まあ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 、これでね、赤ピクミンもキピクミンも水ピクミン、青ピクミンだね。青ピクミンもまあ、そこそこの数に増えたんで、あとはもう回収に専念したいっていうところではあるね。というわけで、おつごこでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。